算数子宮殿オランジェリー宮殿ポツダムは、ドイツ連邦共和国ブランデンブルク州の軍独立市、州都である。人口は、約18万人。東ドイツ時代は、ポツダムを県都とするポツダム県が置かれていた。ドイツの首都ベルリンの西南に接し、ベルリンの中心街から約26キロメートルである。ベルリンとは、S バーンでも結ばれている。ハーフェル川が流れ、 いくつかの互いにつながった湖がある。ゲルマン民族の民族移動時代後、スラブ人が7世紀頃にハベリー部族の移住として入ってきた。新聖ローマ帝国皇帝を東三世が土地をクベードリンブルクの修道院に授与した際、993年の文献にポズッチピーミーとして初めて記述されている。1317年までは小さな町として記述されていた。 1345年に都市特権を得た。1573年のポツダムは人口2000人程度の小さな市場長であった。30年戦争によってポツダムは人口の半分近くを失った。ポツダムの命運が劇的に変わったのは1660年にブランデンブルクプロイセンの選定校フリードリヒビルヘルムの資料館として選ばれてからである。その後、 ホーエンツォレルン家の宮殿が置かれるなど、ブランデンブルクプロイセンの拠点の一つとして発展した。1685年、フランスで、ルイ14世が、なんとの直令を廃止して、ユグノーの迫害を図ると、フリードリヒビルヘルムは、ポツダム直令を発した。これにより、ポツダムは、ヨーロッパ移民の中心地となった。フランスのユグノーの亡命者のほか、ロシア、オランダ、ボヘミアなどから、 移民がやってきた。移民を引きつけたのは直令によるその宗教的な自由度である。壮大な建造物は18世紀半ば、主にフリードリヒ2世の知性の間に建てられた。そのうちの一つが庭園とロココ様式の内装で有名な算数子宮殿である。他には新宮殿やオランジェリー宮殿がある。戦前にはドイツ映画人の別荘が多く建てられた。 1933年3月5日の国会開会式はこの地のエーズ協会で開会され、この日はナチスドイツ時代の始まりを象徴する日としてポツダムの日と呼ばれた。1945年4月14日から15日には大規模な空襲に見舞われた。第二次世界大戦においてドイツが降伏した後、ェチリエンホー不宮殿で、米、ソ、 A の三首脳が集まりポツダム会談が行われた。この会談でドイツを含めたヨーロッパなどの戦後処理を決定するポツダム協定が成立し、また会議日程中には日本に対する幸福勧告、ポツダム宣言が発された。その後、日本がポツダム宣言を受諾したため、日本の幸福に関する言葉にしばしばポツダムが使用される。1991年に ポツダム大学が創設された。姉妹都市は、下記の都市である。ハーフェル川につながる湖1745年に、プロイセン王国のフリードリヒ大王が造営した夏の、理休、三数子宮殿や、第二次世界大戦末期の1945年に、ポツダム会談が行われた、セツイリエンホーフ宮殿などが、1990年に、ポツダムとベルリンの宮殿軍と、 公園群としてユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。